ここね、いろんな時代の兵士の戦没者の方がお祭りされている場所だそうです。はい、こちらね、肘山陸軍墓地って場所になりますね。肘山陸軍墓地、肘山ですね、肘山ですね。結構立派な感じですけども、ここね、いろんな時代の兵士の戦没者の方がお祭りされている場所だそうです。西南戦争とかね、二次大戦までの戦没者の方が祭られているということで、4万5千柱のね、祭られているというそうです。もともとこの墓地、そちらにある放射線影響研究所の位置にあったけども、墓石の整理統合のためにこちらに遺跡集約されたということだそうです。昭和19年それがなんですけども、まあ、原子爆弾投下で多大な影響を受けて、肘山公園の中根墓地へ改装されたと。でこの地には日清戦争や一次大戦当時広島で亡くなられた中国人、フランス人、ドイツ人の方の遺骨も埋葬されているということですね。こちら不明墓碑504の合葬の碑ですね。北海道、岩手とか東京、栃木、いろんなところの出身の方のお墓が出身地ごとにまとめて合葬されてるんですね。でね、こちら夜訪れると興奮してるみたいな、多分ザッザッザッって音なんでしょうね。そういう音は聞こえると言われてるようです。で、まあ、顔のただれた、ね、霊の姿を見られるということですけども。でね、この場所、その陸軍の軍人さん関連の霊だけじゃなくて、この肘山で自殺した方の、ね、霊なども目撃されているようです。まあ、周辺で、ね、首吊り自殺があったっていう話もあるようなので、そういう噂が語られているようですね。この肘山自体はね、花見スポットとか紅葉のスポットとして人気なんですけども、そういう噂がある場所のようです。一応ね、はっきり写すことはしませんけど、そのお墓にはね、ちゃんと墓名も刻まれてますね。ああ、航空撃破合葬の日、陸軍。ああ。新国事変、日清戦争の戦没者の方ですね。こちら品事変だから日中戦争ですかね。
戦争ごとに分かれて戦没者の名前が刻まれている日がありますね。あ、これは結構新しいですね。昭和62年。アリューシャンレッドとか書いてますけど、まあ、とりあえずかなり大規模にそのね、陸軍の軍人の方々のお墓がある感じですね。慰霊碑とかお墓とか、こんなに大々的にあるって知らなかったな。今も綺麗にされてるようですね、この辺のお墓とかも。こちらがそのドイツとかそちらの方のお墓なんですかね、一緒に祀られてるっていう。自死塔、あ、こちらがそうか、フランス兵士の墓。義和団事件の時にフランス将兵、傷病兵120名が広島に搬送され、陸軍病院で治療したが7名が亡くなられた。で、その7名のお墓がここですよという、広島の市内を見下ろせる丘の上に、ね、あるということですね。慰霊碑、亡き戦友戦医の御霊安らかに眠れと、船舶砲兵部隊の慰霊碑で、こちらにはね、怒りもありますね、船舶関連のということで。まあ、このね、陸軍の軍人の方々やフランス軍人の方々のお墓が広島市内見下ろせる丘の上に立っていると。はい、その中でね、肘山陸軍墓地という場所にやってきました。ここはね、その陸軍の方々の御霊が眠る場所として、夜に訪れたら更新しているよね、足音が聞こえたりとか。またね、この肘山で自殺された方々の霊がね、出たりするとも言われている場所だそうです。現在もね、割とひっきりなしにお祭りに来ている方々いて、今も大事に慰霊されている場所なのかなと思います。夜中はね、夜中というか夜入山禁止なんでね、まあ肝試しとかね、入ってくることもできないでしょうけども、訪れる際はね、慰霊の気持ちを抱いていただければと思います。